はい、田中90です。今回ですね、俺本当にクソだるかったシーズンのミッションがね、やっとクリアできたんですよ。これっすね。いや、これじゃない、これロケットアームミッション。これマジでだるくて、これほんとだりんで、これ途中の MP マッチで敵のスコアストリークを EMP で5回破壊する、これ運ゲーすぎるの。これマジで運ゲーなの。ターレットとセントリーガンと、俺は試してないけどショッカー RC っぽいのね。この3つ出ねえし、通常マッチは全然出なくて、そもそも壊すものがねえみたいな状況で、ほんと運ゲーだったんだけど、やっとねラピッドファイヤーってね、このミッションをクリアするために必須のモードが解禁されてできるようになったんですよね。っていうかこのモード常時ね作っとけよって置いとけよっていう、このミッション中は。ということで、それをクリアするとこの M4 なんだよね、もらえるんですよ。ちょっとね、俺が言いたいのが、なんで M4 なんだよと、文句ばっかり申し訳ないけどさ、せめてさ、強い KN とか PDW とかじゃなかったら ICR とか HG40 とかね、そういうね、熱帯する武器欲しいよね。どっちでもねえんだよ、M4 って。これがね、俺の1週間かけたね、ミッションの末かと思うんだけど、まあね、文句ばっかり言ってもしょうがないんでね、まあ言い尽くしてるってのもあるけど、今回はね、このね、M4、アイソメトリックを使ってランクマッチに行きたいと思います。どうぞ。ドミネーションクラッシュ、 M4 って強化されたんだけど使ってる人あんまいないよね。まあね、強化のされ方が超絶、なんかさ、めっちゃ強化されたわけでもない微強化だったからだと思うわ。で、ドミネーションじゃない、チームレスマッチだわ。よく見たらチームレスマッチだった。よく見なくてもチームレスマッチか。これでね、まあハンド、え、なんでそこいたの、そこいたの最初から。よく歌えなかったな俺ら、運がいい。なんかさ、ランクマッチってさ、あんまさ、なんかチームレスマッチさ、選ばれないようにさ、仕組んでねって時あるくない？ドミネーション率高いと思うんだよね、あとサーチ率。全然ね、チームレスマッチ来ないからね、久しぶりにできて嬉しいわ。で、まあね、M4 はね、まあ、微強化で強くはなったとはいえ、まあ、さっき言った通り、使ってない人がいないってなんで、最強武器じゃねえか。使ってる人がそんないないぐらいのね、まあ、超絶ね、微強化なんで、まあ、正直そんな強くないよね。かといってめっちゃ弱いわけでもないんだよ。だからね、影が薄いと思うんだよね。やっぱね、武器たるものね、目立たなきゃいけないと思うんだよ。HG40 とか ICR とか、あいつらね、弱いけど目立ってはいるからね。一番かわいそうなのって M4 みたいな武器だと思うわ。あとね、RUS みたいな。まあ、弱くはないんだけどね、みたいな。強くもないよね、みたいな武器が一番目立たないわ。でもなんかすげえな。でもなんか今回 M4 強くね。っていうか、なんか横から奇襲、なんか M4 やべえ。M4 活躍しまくってんだけど、これ、派遣武器か、これ。最強って書いていい。さすがに最強、いやもうマジか、これ。今は KN だったらやれてたな。でも最近 KN 使ってねえわ。なんで気づかれてないの、これ。M4 なんか隠密性能高くない、これ。鬼ごっこしてんな、これ。ウィルだろ、どうせ。おー、オッケー、鬼ごっこの末勝利。今絶対死んでないの、死んでないの。M4 の4発キルになったら、待って、こいつ鬼ごっこしまくってる。勝った、勝った。あのね、M4 ね、こんな感じで、やっぱね、5発キルだから、決定打に課金だよね。この武器4発キルだったらマジで強いんだけど、4発キルにね、今度のアップデートにしてほしいよね。まあ、そしたら本当に強い、ダメかな、ダメかな。これ、アサルトはね、いくら強、何この人。ここにいるの珍しくない？なんかさ、普通上登るよな、そこいるんだったら。珍しいスナイパーだ。お、アナイアレーターちゃん。アナイアレーターちゃんさ、多分次パッチで弱体化筆頭候補だと思うんだよな。アナイアレーターおかしいからね。まあこのゲームね、自分は結構好きなんだけど、毎回ね、なんかのオペレータースキルをぶっ壊れする傾向があるから、次何が強くなるんだろうね。満を持してテンペストが最強になる可能性はあるわ。いやね、このミッションマジでね、多分やってクリアしたことある人って1000人いて1人いるかいないかぐらいだと思うわ。マジでだるいからね、このミッション。この武器をもらうミッション。で、スキンについてはね、なぜそんなね、全然何も言わないかっていうと、もう、このスキンの HVK 持ってんだよね。だから何の感想もないってあれなんだよ。まあ、見た目と違って、なんか横画面と違って、結構かっこいいよね。横画面マジで決めんだけど、なんか、てん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 って感じで。でも、この画面だとまあまあ、かっこいいじゃ、なんか、アップル製品にありそうなデザインじゃない？わかるこれ。わかる？アップル製品にありそうなデザインじゃない？これ。アップルが多分次の iPhone こんな色用意するわ。すごいね。ボロ勝ちではないのか、これ。すごい、俺の中だとこれボロ勝ちみたいな。17キロ3。俺だけボロ勝ちゲーミングしてんだけど。俺はもうアナイアレーターちゃん強いねー。
俺も使ってるからね、あんま強く言えないと思ったが、俺は自分は使うけど相手に使われるとね怒れるね、そういうね人間だからな。あーそのスキンいいよね、そのスキン。俺ねなぜか知んないけど1日だけログインしてないっていう失態したから、だからそれ持ってないんだよな。明日紹介するわ、明日の動画で紹介して。あの子ね可愛いんだよなマジで。この子可愛いよな、見てこの子美しくない、ほら。あ、なんで消えるんだよ。おっさんのスキンの方が長く表示されるだろ。おっさんのスキンどれぐらい表示されるの？おっさんの方が若干長くね、気のせい。やべ、なんかすごいギリギリなんだけど、マジでこれ。俺がこれキャリーしてやるか、これ。俺がキャリーしてやる、見とけお前ら。俺がお前の強さってもん教えてやるわ、これで。すげえ楽しいけどな、M4 な。M が悪すぎねえか。でもまあ、俺がキルレさんなんで、味方で俺に文句言えるやつはいないやつ。すごい、もう来た見た買った状態だよ、これ。こんな強かった、M4。でもやばいな、ボロ負けではないけど、こんな GG か。こんな GG? 俺の中だともう試合終わってるぐらいの圧勝だけどね、これ。やって。待って待って、俺のキル、それ。いや、これ、横から来るぞ、って。まあ、これやりたいね。これやりたい。なんでプレデターミサイル、風情ねえな、こいつ。風情ねえわ、プレデターミサイルやってたっけ。待って、これ負けんの、これ。これ負けるって誠ですか、俺。これ、やべえな、これ。これ負け。待って、一人やっての、お、いいぞいいぞ、お前ら座ってへい、他の味方座ってへい、俺が何とかしてやる。 M が悪すぎる、 M が悪すぎる。いや、アナイアレーター使うわ、もうカモすぎるじゃねえ、俺はカモになってねえ、俺は勝つぞ。 OK、 26キルやべえ俺。これガチキャリーでしょ、悪いけど、これガチキャリーだって。俺いなかったら確実にこのチーム負けたから。 M4 強すぎっていうか、アナイアレーター強すぎ。おお、かわいいスキンいる、かわいいスキン。やべえな、このスキン見て、すごい、一人変なやついるけど、それ以外可愛い女の子好きじゃん。俺も確かね、キャプテンアメリカかっこおばさん状態だから、可愛いでしょ。4人可愛いスキンで行くチームです、マッチ。で、これ待ってくれ、多すぎる人間が。建物内3人いなかったか、今。やべえな、建物内。まあそれで置いといて、なんだっけ。すごい興奮したけどね。咳込み一つで全て潰されたわ、これ。俺がカバーしてやる。なあ、俺のカバーいらなかったわ。俺のカバー、いやーマジか、ちょっと待って。俺が今、失敗った、すまん。俺が失敗って、ちょっと待って、冷静になる、田中90。お前、突っ込みすぎてないか。M4 の良さってのは、イモリにあると俺は思ってる。ほら、イモればいいんだよ。痛い痛い、やめて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 、これ。これやめて、もうイモるわ、これ。オッケー、ほらほら、イモった途端に連続キル。そういうことなんだよね。この武器はやっぱ、イモが痛い。なんで、今の絶対まぐれだって、今の。今、爆破させたのって、今、たまたまでしょ、明らかに。たまたまで人を殺さないで。これ待っときます、ほら。あ、これやめちゃ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 、あっぷね。今のナイスカバー。いや、でも言うて俺のキルだったな。すごいなね。待って待って待って、これはね、頭一個抜けるんすよ。これが M4 最大の強み、ちょい無ハンド。昔のはちょっとね、完全無ハンドだったけど、今はちょい無ハンドだと思うわ。やめて、撃たないで、撃たないで、撃つの、銃刀法違反だよ。これで、どっから撃たれてるんですかね。え、どっから撃たれてるの、怖いよ、UAV 出そう。そこいるのか。この建物の中いるのね。これ待ってよ。そう。俺はガン待ちができる。なぜならば UAV ができるか。あ、これは待って。これ、待って待って待って。おし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 。危ない。なんで俺のキルを阻むの。いけ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 。唯一の男スキン。ナイス。待って、これカバー入れた方がいい、ね。やべ、そこよりそこよりも、もう俺は、おお、待って待って待って。おし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 。ナイスナイス。あいつすげえな。めっちゃ固まる傾向にあるわ。これ多分ガン待ちしてたらめっちゃ多いと思うわ。あいつら何も考えて突っ込んでくるタイプの人間でしょ。これでもう一人やると。OK? で、多分こいつをかばうためにやっていくと。来るでしょ。そこまで仲間意識か。ちょっと仲間意識あった、普通に。OK?OK?OK? ガン待ちいいぞ。ガン待ち最高。ガン待ちってすげえ楽しいよな。してる側は。されてる側は何も面白くねえんだけどな。でも、エビオコって結局ガン待ち、もうやめと。OK? こいつすごい。すごいアグレッシブだったな、こいつ。これ挟まれてんだ。これやっての。多分裏から来るんじゃない？来ねえか。いや、味方がやったっているな、これ。これ美味しい、これ美味しい、これ美味しい、美味しい。ちょっと待って、すごい。さっきかってかさ、もう、この試合、もう一人いたら三人いるんだけど、マジで。これ、やりたい、やりたい、来て。来てはくれたけど、やれはしなかった。多分裏からこれ来るっしょ。来ねえな。これはね、こっから打てばもう美味しいですよ。見てないかなって、ほら。マジで見てなかったって人に言ったんだけど。これ裏から、味方湧いたぞ、これ。どういうことこれ。これ横から湧いたってことか。グランティースパイク流行ってるんですかね、最近。アナイアレーター派なんだけど、俺は。いや、アナイアレーターね、ほんと無駄に一回使っちゃったな。これ、後ろから来るんじゃねえ。まあ結果的に後ろから来たわ。俺が後ろだと思ってた側から来てないけど、結果的に後ろから来てるわ。噛んでるし。
ということで、ね、今回ねこんな感じで M4 使っていきましたが、まあ、動画ではねそこそこ強いんですけど、ぶっちゃけそこまで強くないと思います。KN ね使った方がいいと思う、これみたいにね。じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ。